佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。始まりました、佐藤美久の女優道。この番組は毎月第2第4金曜日夕方6時から放送させていただいております番組です。どうぞよろしくお願いいたします。私佐藤美久は普段女優タレントとして活動させていただいております。最近の代表的な活動としては、来年公開予定の映画22世紀寓話に主演として出演させていただきました。また毎月今お聞きのラジオ以外に第1第3金曜日夜にネット配信番組 MeToo ショーで、カタカナ佐藤ミトというネットアイドルという設定でゲーム生配信番組もやっております。そして豪華クルーザーアルカディア号のイメージキャラクターを務めさせていただいており、こちらもアルカディア号のホームページのチェックもお願いしておきます。それでは今回の最初のコーナーは、片寄りムービーリポートのコーナー。このコーナーは私佐藤美久が趣味の一つである映画鑑賞に行っているので、その中で1ヶ月のうち見た作品の中でいろんな意味で注目したものについて、邦画洋画問わず独断と偏見でご紹介させていただくコーナーです。今回は今年話題になった作品の一つ、スマホを落としただけなのにという作品について見てまいりましたので、お話しさせていただきたいと思います。この作品は文学賞このミステリーがすごい大賞で隠し玉作品に選ばれた、ラジオの構成作家、ディレクター、プロデューサーの勅使河原明さんが志賀明のペンネームで書かれた小説、サイバーミステリーを実写映画化されたものです。恋人がスマートフォンを紛失したことで事件に巻き込まれる派遣社員の姿を描いており、スマホのヒロイン主から監視され追い詰められるヒロインに、ヒーローシリーズや探偵はバーニール3などの北川景子さん、リングシリーズなどの中田秀夫監督がメガホンを取られました。簡単なあらすじをお話しさせていただきますと、いつものように彼氏に電話をかけたマミは、アサミは、スマホから聞こえてくる全く聞き覚えのない男の声に言葉を失うが、声の主はたまたま落ちていた彼氏のスマホを拾った人物だった。彼氏が落としたスマホが無事に戻ってきたことに一安心するアサミだったが、その日からアサミの日常は一変する。全く身に覚えのないクレジットカードの請求、それほど親しくない友達からの必要な連絡、それからアサミはさまざまな個人情報が彼氏のスマホから流出を疑う事象が起こる。全ての遺体にはいずれ、事象の数々だった。一方その頃ある山中で、若い女性の遺体が次々と発見される事件が起こる。全ての遺体にはいずれも長い黒髪が取られているという共通点がありというところで、先ほど申し上げました通り、北川景子さんが主人公アサミを演じられているおられるほか、連続殺人事件の担当刑事役を千葉雄大さん、セキュリティ会社社員役を成田凌さん、アサミの彼氏役を田中圭さんがそれぞれ演じてらっしゃいます。はい、この映画、いやもう本当にこう現代にぴったりの本当に映画だなっていう風に感じられました。はい、本当にこのスマホができなかったら誕生しなかったら、この映画は本当になかったかもしれないわけであって、すごく奇跡なような感じもします。はい、もう皆さん、まあ、大体の方が持っておられるかと思うんですけれども、この映画を見て本当にちょっと財布より大事だなスマホはっていう風にすごく感じられましたし、非常に怖かったです。はい、本当にこのスマホを落としただけなのにのこうストーリーの中でこうたくさん出てくる、なんていうんですかね、このスマホを操ってる、他人のスマホを操ってるところとかは本当に今現代で起きてもおかしくはないんじゃないかなっていう風に思ってしまいましたね。はい、ですごいやっぱ怖い部分たくさんあるんですけども、この監督が、中田秀夫監督なんですけれども、私すごいホラー映画が結構好きでして、それこそ本当にリングとか
あの、中田監督が、メガホン取られているあのリングとか、黒百合団地とかがすごく好きでして、はい、だからそのホラー映画をでこうやられている中田監督がこう作るってなると、やはりすごい恐怖の部分、私たちが感じる恐怖の部分がより一層こう伝わってきて、あの本当にゾクゾクっていうか、これ本当にあったらどうなっちゃうんだろうなっていう風に思ってしまいました。はい、で本当に皆さん、スマホはねちゃんと忘れないようにしていただきたいですし、まずね役者さんね、の方々はもう本当に皆さん素敵というか、恐怖にこう満ち溢れていく、こう幸せな部分からこうどん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 こう怖い恐怖にこう満ち溢れていく流れがすごいこうスムーズで、こう見ているこっちも自分のスマホがどうにかなっちゃうんじゃないかなっていうふうに思ってしまったりとか、もう北川景子さんのこの、田中圭さんとのこの恋人同士のこの、幸せなところからこうスマホ一つでこうずれていくっていうのがすごく怖いので、ぜひぜひ皆さんもですね、おそらくまだ劇場でやられてるかと思いますので、ぜひスマホねたくさん使うっていう方はぜひぜひ見ていただけたらなというふうに思います。以上、片寄りムービーリポートのコーナーでした。それではここで1曲お聴きください。前回ゲストに、出演していただきました、菅大輔さん楽曲のニートニートニートからサマーアゴーです。どうぞ。ミクの独り言のコーナー。このコーナーは私佐藤美久が独断と偏見で現代のいろいろなことについて普段考えたり思ったりしていることをつれづれにお話しするコーナーです。さて今回は今年も残すところあと3日ちょっとになってまいりました。皆さんにとってこの2018年、平成30年どんな年だったでしょうか。私にとってはあっという間というか、年々月日が過ぎるのが年とともに早くなるとは言いますが、やはり芸能界という特殊な環境にいるせいか本当に早く感じてしまいます。そして皆さん、今回が平成最後の年末年始ってご存知でしたか。最近テレビやラジオでもやたら平成最後のなんとかというのをですね、目にしたり耳にしたりします。私は昭和という時代を、知らないのでよくわからないと思っていたんですが、昭和生まれの人に聞いても天皇陛下がお亡くなりにならずに元号が変わるという経験をしたことがないので、同じくやはりちょっと不思議な感覚だそうです。私は平成生まれで、よく業界の先輩方に平成生まれかジェネレーションギャップだわと言われてきましたが、あと何年かして5月以降の新しい元号の生まれの役者さんを前に、やはり私も同じことを言ってしまうのかもしれません。そんな平成最後の年末年始とはいえ、古くからずっと伝え続けられている日本の伝統的な年末年始の行事ごとについて今回はちょっとお話ししてみたいと思います。まずはですね、年末年始といえば忘年会ですね。私はですね、事務所の、子たちっていうか事務所の先輩、そしてスタッフさんと、後輩たちと一緒に忘年会をします。またね、来年もしっかり頑張っていこう、今年はお疲れ様でしたっていうのをですね、感じられる、一日なのかなというふうに思います。そしてですね、大掃除ですね。新年迎える前に大掃除ありますけれども、我が家はですね、佐藤家はですね、おせちは作らないので、家族全員でお掃除をします。一日かけてもう隅から隅までお掃除します。非常に大変なんです、これがまたはい。で、あと何だかな、あとはそうですね、年越しで食べれるものって言えば年越しそばですかね。私は年越しそばは夜ご飯として食べるんですよ。こう年越しそば食べながらこう紅白見たりとか、いろんなテレビとか見たりとかするんですけれども、だから中には年越しそば
と晩ご飯は別だよっていう方がいらっしゃるみたいで、食べれるご飯もっていう風に思ってしまうんですけれども、どうですかね皆さんは。どうなんだ、年越しそば晩ご飯の方が多いんじゃないかなって私は思ってるんですけども、はい、なんかね、はい、そういうあの方もいらっしゃるみたいでびっくりしました。はい、そして、まあ、中にはですね、あの起床される帰省ですね、帰省ですね、帰省される方いらっしゃるかと思いますが、私はあの、ま、あの実家にいるんですけれど、まだ実家にいるんですけれども、あのやっぱテレビとかこうニュースとか見てると非常に新幹線のこう満員でとか、あとは渋滞がすごいとかで、もう大変だなと思いながら、テレビをですね、見ております。はい、そして、年が明け、皆様最初は何しますかね。初詣には行かれますか。私はですね、あのそんなにこうなんだろうな、1月1日ハッピーニューイヤーでその場で初詣っていうのは今まで多分1回ぐらいしかなくて、これもあの高校の友達と一緒に行ったぐらいなんですけれども、まあそういう感じで、はい、なので、うん、そうですね、あのだからそんなにこう、だから結構マイペースなんですよ、うちの佐藤家は。なので結構ギリギリにこうお寺のがお寺っていうか神社が閉まっちゃうギリギリに行くとかが結構多いんですけれども、はい、でまあ先ほど言いましたおせち料理ですね。私の我が家はですね、おせち料理っていう、 こう重箱に入ったやつはなかなか現れないんですけれども、まあ、大体こうハムとか、あとはなんか木のタケノコと、あとは何だろう、あれのメカブかワカメかな、こうあえたものがよくあったりとか、あと伊達巻きとかかな、あとはお雑煮かが多いですね。だからあんまり重箱の入ってるやつっていうのはここまあ去年おとそしぐらいはあったかななんていうふうに思います。はい、そしてそしてあとはお年玉ね、お年玉、お年玉か、お年玉ね、小さい頃は全然使ってなかったですね。あの両親に渡してました、はいって、おばあちゃんからもらったやつが入って全部渡していて、自分から使うってなったのはいつからだろうな、小学校高学年とか中学生ぐらいかなというふうに思います。はい、皆さんどうなんだろう、そういう人多いのかな、親に、親御さんにあげる、渡すっていう人はどうなんだろう、いるのかなと思います。はい、そして、まあ、年賀状ですかね。年賀状皆さんどうですか、書かれてますかね。今はもうね、あのネットが普及してますから、 LINE とかで、ね、LINE とかメールとかでこう済ませる方多いかと思うんですけれども、私はですね、大体こう友達、高校の友達とかはもう最近はちょっと LINE で済ませてしまうことが、あります。はい、で業界関係者、お世話になった、業界の方々にはですね、いつも毎年年賀状をですね書かせていただいております。はい、なのでやっぱり年賀状ね、こう書くのもいいですね。僕 LINE でも全然いいと思うんですけれども、一度書く、 手書きで書くっていうのも素晴らしいことだなというふうに思います。はい、ではですね、皆様いかがだったでしょうか。お聞きの皆さん、繰り返しにはなりますが、平成最後の年末年始、どうか楽しく思い出に残る時間にしていただけますとともにですね、まずは平成最後のお正月、そして素晴らしい新年になることをですねお祈りして、このコーナーをですね締めたいと思います。以上、ミクの独り言のコーナーでした。さあ皆さん、突然なんですけれども、急遽、私の事務所の後輩、小林誠也くんに急遽今日ゲストでね、急遽、はい、本当に来ていただきました。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。お忙しいところありがとうございます。元気出していこう。あ、元気で、はい、頑張ります。じゃあまあね、はい、ちょっと聞いていこうかなと思うけども、あ、はい、いろいろね、まあ、最近はどうですか。最近はどうですか、すごいアバウト、ね、そう、うん、最近はですね、まだ事務所入ってまず何年ですか。事務所入って2年目を終えて次3年目です、ね、そうですよね。どうですか、2年こう、いや、そのまあ2年前と今、はい、って考えると最近はどうですか。はい、まあこうその俳優、新人俳優としてのこう
なんていうんですか、お仕事というか、うん、こう感覚値だったり経験値だったりっていうのはやっぱりすごい蓄えられてきたというか、うん、まったりこう正直こう人間としてどんどん成長もできてきたかなって思ってます。僕はそうですか、はい、そうあの、はい、あまあそうだね、確かにそうかもしれない、はい、2年前のこれ和樹くんを考えると、はい、そうだね、あいっぱいね、はい、現場もね積んでね、私の事務所もね、はい、制作会社ですから、スタッフのね立場としても、はい、あの現場にね入ったりしますからね、はい、まあ確かにあのやっぱ私もそばで見てますから、同じ学校のね出身ですからね、そうです、はいはい、なのでやっぱり成長感じられるところもあるし、はい、頑張ってこっていうところも、はい、あるかなと思います。頑張ります、はいはい、ではなんと、はい、同じ市川うらら FM さんで、はい、あのラジオね、あーはいそうです、安田雅史くんと、はい、安田雅史さんとパーソナリティをね、はい、してるということで、パーソナリティをしているあのどういう初めの2分という初めの2分、はい、いつ放送のやつ、あ、毎月第1第3の月曜日、なるほど、はい、はい、の19時から、はい、放送されている番組でした。本当にあのなんていうんですか、こう先ほどやっぱりあの裏で聞かせていただいてて、あの、はい、ミクさんの、あのもう本当ミクさんのこのラジオと女優道と比べたら本当にあのなんていうんですか、逆にフリーダムすぎるのか、はい、こうガチガチの、うん、あの緩すぎてまとまらないやつですえ、あ、何が私が、あ、いや、あの僕たちのラジオが、あ、なるほどなるほど、初めの2分がね、本当にあのお聞きしている皆様には本当にもう恐れ多いというか、はい、まあまあでも聞いてるね方々いらっしゃって、お手紙もね、あ、もうそうなんですよ、はい、安田さんだけなんですけど、いや、まあそん、まあ、でも、まあ、2分に、ね、来てるだけでもありがたいなって、本当にありがたいと思いました。すごいよね、びっくりしたもん私、いいな、いいなって思っちゃったもんじゃあその、まあ、初めの2分の中で、はい、小林くんのコーナーみたいなのあるんですけども、あ、はい、あのまあ、今月の食いしん坊っていう、ね、そうですね、はい、コーナーがあるみたいで、はい、結構行ってると思うのね、あ、はい、に、その中でこう一番こう印象の、これはすごかったなみたいなってありますか。一番印象に残ったお店、うん、お店ですよね、お店だよいや メニューかと思って、あ、メニューでもいいよ、お店のこういうメニューっていうのでもいいですよ。あ、でもあれは双葉怪人さんのカレー、はいはい、うん、カレー、はい、双葉怪人で、あの双葉怪人さんのカレー、カレーですね、なんかお皿が本当に尋常じゃない大きさに、うん、並々のルート、はい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 、な何キロとかは分からないですか。確かご飯が2合か 2.5 合で、めっちゃあるな、キロじゃないんですけど 2.5 合で確か、うんうんうん、でもうルーとかお皿合わせて確か3キロ近かったはずです。本当に 3.2 キロとか 3.4 キロぐらい、それ一人で食べたの一人ですごい、はい、あの、あの小林くんこう華奢に見えてめちゃめちゃご飯食べるんですよ。そうですよ、お腹、あの映像配信版をねご覧いただいてる方、ね、あ、そうですね、はい、二風でもねご覧いただいてる方いらっしゃると思いますけれども、はい、本当に華奢なんですけどめっちゃご飯食べるんですよ。本当それでもいっぱい食べろって言われるんですよね。うん、いやだって食べる3キロ食べれるんですよ、半分だと思いますよ私は。いや、もう本当に美味しいんで、本当にどんどんご飯進みました、ね、なるほど、はい。じゃあ、はい、まあたくさんねお仕事してると思うんですけれども、はい、現場ね参加させていただいたりとかたくさんしてると思うんだけれども、はい、こう思い出があるっていうか、これは良かったなっていう、はい、頑張ったなっていうお仕事、頑張ったな、あ、頑張ったなっていうところだと、短編映画の22世紀ぐらい、はい、さんも、はい、主演での、はい、22世紀軍は、そうですね、出演されてらっしゃった、あの、はい、あれの、その、僕あの、彫金師、うんうん、の役でね、アクセサリーデザイナーっていう役で、こう、うんうんうん、やらせていただいた時に、うん、その、実際に、あの、僕あの、アクセサリー作りを趣味で、そうなんですよ、はい、すごいんですよ、これそんなに、いや、結構、あの、なんで女の子がやりそうなこと、細かい作業っていうのかな、はい、なんかそういうのがすごい得意で、はい、で、あの私の誕生日の時にもう、はい、あの私あのイヤホン、あ、はい、あのワイヤレスイヤホン持ってて、はい、まあ、結構それが、まあ、コードに繋がってるんで、はい、それをこう巻い
抱きつける、あ、はい、ホルダー、ハート型、そうそうそう、はい、ハート型の革のねやつをですね、はい、もらってですね今も使ってますけど、ね、あ、そうなんですか、恐れ入ります、はい、めっちゃ可愛いんですよそんなにも恐れ入ります。いや、私ねちょっとなかなかね難しいよ、あの、いやいや、とんでもないですよ本当。でね、あの現場でね、あ、はい、そう、自分のコサージュ、はい、コサージュ、はい、そうだよね、自分で作って、はい、それを現場でね、はい、現場で実際に作中で、劇中でそれを実際に使わせていただいてっていうので、うん、で、二夫であのゲストに来てたあのアキラちゃん、あ、そうなんですよ、はい、ね、あの渡すシーン、アキラさんに、そうなんですよ、渡すシーンで、いいんですよこのシーンが、本当にねえ、いや、本当にすごい器用なんですよ本当に。で、あとこう短編映画の、はい、DVD のジャケットとかも、あ、はい、あの小林くんがね担当していただいて、はい、もう本当にありがたい限り、いや私にはとてもできないわと思いますもう感心してしまいます恐縮です、はい、で、まあそれが一つ、はい、まあ、何個かありますか、何個かありますか、それが一番、それがもう一番です、トップって感じです、もう。あ、じゃあ映画ってことだよね、短編映画、短編映画、はい、じゃあドラマってなると、ドラマってなると、なんかありますか。あ、ドラマってなると、そのちょっと来年の、うん、はい、お話になってるんです。来年の1月15日に夜9時から放送されるドラマがありまして、それがあのこう阪神淡路大震災の後にこう線路ごと崩落してしまった六甲道駅っていうのが、それをわずか74日間で復旧させるっていう、こう実話を元にしたドラマがありまして、そちらでこう、そちらにこう参加させて、はい、してもらさせていただいたんですね。結構何日数行かれたみたいで、はい、そうなんですよ。何日ぐらい連日、1週間以上、8日ですかね、合計、はい、なかなかね、なかなか本当に機会が、うう、私でも本当にない、あの、あ、ないから、すごい貴重なね、本当に貴重に経験していただいてると思います、はい、じゃあ、まあ来年の抱負は何かありますか。はい、そうですね、本当にこう様々なことを、本当にジャケットデザインだったり、うん、こう特技も実際作中でこうやらせていただいたりとか、うん、本当にこういくつもこうやれることが増えてきたというか、こうできたので、こうそれに見合うこうなんていうんですかね、演技力だったりをもっとつけていって、わ、うん、かった。じゃあちょっとね、ちょっとところでね、ずっと聞きたかったんだけど、あの多分二歩でも触れてないと思うんだけども、はい、小林くん突然坊主になったよ。いや本当に、あ、はい、いや、びっくりしたんですよ。そうですね。で、多分ね、あの映像配信版二歩のね映像配信版ご覧いただいてる方は、はい、え、小林くんどうしたのかなっていう、多分ね方はいらっしゃると思いますよ。いきなりでしたね、確かに。何も触れずに。なんでですか。はい。これください。で、あの、うん、まあ、いや、いいよ、正直、正直に言おう、正直に、はい、正直にですと、あの事務所のちょっと制作物を、ね、まあ、あの下手打っちゃった、そうですよ、下手打っちゃって、ちょっとあの反省すべき点なんだろ、そうなんです、本当に、はい、本当に申し訳ないという気持ちで、うん、でもこのね坊主にしたことによって、こうたくさんね、こうお仕事があの増えたみたいで、いや、ありがたいことに、本当にありがとうございます。いや、もう本当にありがとうございます。いや、本当申し訳ございません、いろいろと本当にまあでもこれからね、本当にそれを、はい、まあ、経てっていうか、まあ、反省も含めてね、はい、あの今後もね頑張っていただけたらなと思います。はい、頑張っていきたいと思います。じゃあ最後告知ね。告知ですか。うん、いや、あの初めの二夫、あ、しっかり、はい、初めの二夫を、はい、初めの二夫という、市川うらら FM さんで、毎月第1第3月曜日夜19時から、放送されさせていただいております。ので、まあ、ので、はい、ぜひとも皆さん聞いていただいて、聞いていただいて、映像配信版もございますので、はい、ぜひぜひそちらもねご覧いただければなというふうに思います。はい、恐れ入ります。はい、はい、では小林くん、本当に急遽だったので、急遽、本当にありがとうございました。こちらこそ本当にありがとうございます。では、今回、はい、ゲスト、後輩の、小林くん、小林誠也くんでした。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さん、なんともうエンディングの時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。番組オープニングで申し上げました映画ドラマの出演
情報等に関しましては詳しくはウェブで事務所の公式ツイッターもしくは私佐藤美久のオフィシャルブログなどをチェックしてみてください。そしてお聞きの皆さん、どうかこの番組へのご意見ご質問ご感想など、お便りお送りいただきますようお願いいたします。メールアドレス info@plus-vox.com 佐藤美久の女優道までお待ちしております。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。皆さん良いお年をお迎えください。